そうだね。急げばもう一箇所くらいは回れそうかな。ええ。でも待ち合わせ時間には遅れないようにしないと。まあ、わかってるよ。で、どうするのよ。次はどこ行く？僕、お土産が見たいんだけど。賛成！実は私、ショッピングモールに気になるお店があったのよ。私も賛成よ。私も個人的に見ておきたいものがあるの。よう、仲良く3人で買い物かい？あれ、シルバー。買い物っていうか、学校の先生にお土産を買ってたんだ。シルバーも買い物？いや、俺はいい撮影スポットがないか探してただけ。ねえ、今撮った写真ってもしかしてコンテスト用の写真なの？違うよ。今のは単なる俺の趣味。さっきのお姉さん綺麗だったろ？あ、うん。シルバーはこういうチャットのオフ会とかにはよく参加してるの？いや、どっちかっていうとオフ会よりも女の子をナンパして二人きりで会う方が多いかな。ナンパってパソコンで？嘘！そんなことできるんだ。ああ、できるよ。最も成功率は低いけどな。ザップたちとはいつ頃知り合ったの？確か3ヶ月くらい前だったんじゃないかな。そうなんだ。みんなもっと以前から友達だったみたいに見えるけどな。それにしても、めぐるもなかなかやり手なんだな。え？何が？ははは、とぼけるなよ。男一人に女二人なんて両手に花じゃねえか。え、違うって。それじゃまた後でな。待ち合わせ時間には遅れないでくれよ。もうそろそろ時間じゃない？うん、そうだね。じゃあ戻ろうか。よし、全員集合したみたいだな。そうだ、めぐる。お前の携帯のメアドを教えてくれよ。僕のメールアドレスを？みんなでめぐるの携帯に写真を送るから、どれが一番10万円に近いか見てくれよ。お前ら新聞部なんだろ？いいけど。あ、来た来た。これはもしかして。そ、僕が撮ったやつや。なかなかの傑作やろ。却下。次。ちょっと待ってえな。なんでやの。ああ、テッキーくんだ。
ねえ、どこでテッキー君と会ったの？ここに来てすぐに、入り口のあたりだったかな。綺麗に撮れてると思わない？それにテッキー君ってレアキャラクターなのよ。確かによく撮れているわね。でも平凡だわ。そうかな。結構いいと思うけど。誰でも考える手だわ。きっと同じような写真が山のように届くはずよ。10万円を狙うならもっとオリジナリティがないとダメね。次はなんだこれ。携帯を逆さまにすればわかると思うんだけど。ああ、コーヒーカップ。そう、普通に撮ったらなんてことないんだけど、逆さまにしたらカップから人がこぼれそうで面白いかなと思ってさ。あ、ほんとだ、なんか変なの。私も今まで見た中ではこれが一番面白いと思うわ。よっしゃ、10万ゲット。おいおい、まだ早いってじゃあ最後はカイさんかな。これは観覧車？知れないけど、ちょっとすれば価値が出ると思うの。こりゃ一本取られてもうたな。すごいよカイ、これがいい、これを応募しよう。せやな、これやったら10万いけるかもしれんな。お前もこれがええと思うやろ。ああ、そうだな。僕にはどこがいいのかよくわからないけど。私にもわからないわ。俺もそのコンテストに混ぜてもらえないか。え？ああ、もしかして今度こそ雅か？ああ、そうだよ、雅だ。雅？遅れてすまなかった。もう会えないかと思ったよ。うそ、本当にミヤビ？いやだ、超かっこいいじゃん。もしかして彼が最後のオフ会メンバー？そのようね。みんなと一緒に行動してるんだって。あ、うん。ザップから俺の写真を君の携帯に送るように言われたんだけど。ああ、僕のメアドは。今送ったのが俺の撮った写真だ。ありがとう。
写真は却下ね。カイの送ることにしちゃったから。どんな写真なんだ。これは文句なしだ。ねえねえ、それより私たち誰が誰だかわかる？タオルを巻いてるのがシルバー、ショートカットがヤマト、メガネをかけてるのがザップで、そっちの小さいのがカイだろ。すがリーダーだな。でもなんでもっと早こんかったんや。面白いとかもう全部終わってもうたで。何言ってんのさ、まだ一番面白いことが残ってるじゃない。ああ、そっか、その通りや。どうしたかい。あの一応見せてもらった方がいいと思って。携帯ストラップ。ああそうだったな。はい、これみやびの M。 アホやな会話。僕らの名前を知ってる時点で無関係のやつのはずないやろ。ほんまに臆病やな。それもそうね、ごめんなさい。あー、どうしたの立花さん。シューマイドッグまだ食べてない。シューマイドッグ、ここの名物よ。パンフレットに載ってたの。じゃあ今度はそれを探しに行ってみようか。私欲しいものがあるの。もう一度ショッピングモールに行きたいわ。え、それって全然逆方向じゃ。別にいいわ、一人で行くから。あ、ちょっと待って、しのぶ。おい、めぐる。なんか行きたい場所がばらけたから自由行動だとさ。2時ちょうどにまたここに集合ってことでよろしく。え、そうなんだ。みんなはもうどこかに行っちゃったの？多分まだそこら辺にいると思うけど。それよりさ、ちょっと見せてほしいものがあるんだ。見せてほしいものって？さっきみんなから写真を受け取っただろ。他のメンバーの写真をもう一度よく見せてくれないか。いいけど。どうかしたの？いや、なんでもない。ちょっと確かめたいことがあっただけなんだ。どうしたんだろう。わからないわ。自由行動になったならちょうどいいわ。ネジには戻るから。あ、じゃあ私はシューマイドッグ買いに行ってこようっと。え、ちょっと。
何おろおろしてるんだ。え、いや、それが。コーヒーを飲みに行こうと思ったんだけど、ザップに断られちゃったんだ。ちょっと俺に付き合わないか。え、僕が？ごめん、僕橘さんを追いかけないと。そうか、じゃあ仕方ないな。ほら、早く追いかけないと見失うぞ。待ってよ、橘さん。あれ、めぐるくんもこっちに来たの？うん、シューマイドッグが気になって。あれ見てよ、すごい行列。めぐるくんが来てくれてちょうどよかったわ。え？私ちょっと他のところ見てくるから並んでてよ。なんで？橘さんが食べたいって言うから。私は効率の問題を言っているの。ここで二人も足止めされるのは、はっきり言って時間の無駄だわ。私はあなたがここで並んでいる間、違う場所を取材してくるから。じゃ、よろしくね。あ、立花さん。仕方ない、並ぶか。空いてたから。どう？美味しい？うん、美味しい。よかった。仕方ないな。時間がもったいないし、あいつとはしばらく別行動ってことにしようか。また毎時間この場所に帰ってくるようにすれば、そのうちまた合流できるだろう。そうだね。あ、ねえ、次ここに行かない？ゴーストラビリンス？なかなか面白そうじゃない。じゃあそこに決定。私あまりそういうのは。大丈夫大丈夫、ただのよくある幽霊屋敷だって。なんか思ったより怖そうね。なーに怖がってるのよ。幽霊が出ても所詮作り物じゃない。ほら行くわよ。
結構凝ってるね。ねえ、面白い話があるんだけど。まさか階段じゃないよね。あら、正解。その通りよ。どうなの？早く聞かせなさいよ。ある夫婦の間に女の子が生まれたの。その人たちはとても子供が欲しかったから心から喜んだわ。だけどその女の子は大きくなるにつれて周囲の者が目を背けてしまうほど醜くなっていった。子供らしい無邪気な笑顔でさえ両親をゾッとさせるほど気味の悪いものだったの。ある日、三人で旅行に行ったの。そして船に乗った両親はその女の子を甲板から突き落としてしまった。目撃者はおらず、事故ということで処理されたわ。そして数年後、また二人の間に女の子が生まれたの。前の子とは違って、その子は成長するたびに美しくなっていったので、両親は喜んだわ。そして、三人はまた船で旅行に行ったの。女の子は大はしゃぎで、両親もそれを微笑ましく見守っていたわ。だけど甲板で海を見ていた女の子に手招きされ、近づいていった両親に女の子は言ったの。お父さん、お母さん、今度は私を落とさないでねって。全然何もなかったけど。何よ、だらしがないわね。こんなもののどこが怖いの？まったく、芸がないわね。暗くするだけなんて怖くもなんとも。しのぶ？忍がそこに。と、これは一体。
いきなり飛んでくるんだもの。びっくりしたわ。あったんだよ。係の人を呼ぼう。係の人なんてどうやって呼ぶのよ。どこかにないかな、緊急連絡用のボタンとか。見て、ここの壁。この壁がどうかしたの？よく見るとここに隙間があるのよ。ほら。あ、本当だ。この壁、もしかして動く？きっと隠し扉だよ。どいて、めぐるくん。え、立花さん。行ってみよう。まさか。シルバー。まさか死んでる？
もう出遅れたわ。ちょっと話を聞かせてもらってもいいですかね。